チとミキとハリスの説明です。先に、浮き釣りの方から説明します。浮き釣りはこういう、ものが売っています。まずミチ糸となるのはこの、まあ、これ竿で、ここから、仕掛けになっています。これは延べ竿なので、ここに糸を結んで、あとは浮きがあって、サルカンがあって、鉛があって、針になっています。でまずミチ糸の部分は、この竿先からこのサルカンのところまで、ここをミチ糸と言います。で、このサルカンから下から、サルカンの下からこの針まで、ここをハリスと言います。で、まあ、浮き釣りの場合ミキ糸というのは、ないです。もうミチ糸とハリスだけです。で次にズボ釣り、まあ、五目仕掛けですね。これは五目仕掛けじゃないですね、胴付き仕掛けです。胴付き仕掛けで、まあ、よく言うズボ釣りというものなんですけども、まずこれが竿 で、仕掛けが、こういうふうにここにここから、そこにサルカンがあって、で仕掛けが針、重りとなっています。でミチ糸はこの竿から出てる糸ですね。これをミチ糸と言います。で、次にこのサルカンからこの鉛の部分まで、これをミキ糸と言います。でこの場合ハリスはこの仕掛けの場合この枝分かれしているところからこの針の部分まで、これをハリスと言います。